ペンネームがないから次の人は何にしようかな。あきらさんでしょうか。あきらさん、あきらさんは36歳、36歳の原因の人です。はい。で、今まで一度も彼氏ができたことがないんですけど、はいはい、どうすればできるか。でもそれは僕に近い感じだよね。え、そうなの？僕もちゃんとなんか付き合ったことないかも。ちゃんと知ってる付き合った彼氏だよねみたいな感じのはあんまない。そうなの？じゃあ俺もだって一人しかいないでしょ。ラグさんもそうなんでしょ。その人たち相談する。大丈夫ですかと思われてたんだけど。36歳ね、うん、今まで一度もできたことがない。だって巡り合えてないだけだよねきっと。あ、それよく言うよね。なんか僕もよく言われます。それは本当になんか運命の人がいるなら、うん、なんだろう、結構でもこれを合ってるかわからないけど、結構年いってから出会う確率が高いみたいなのを、うん、なんだろう、聞いたことがある。前の職場の女性が言ってんだ。ソースは前の職場の女性です。本当かどうかわからないけどみたいなことを言ってたけど、うん、でもどうしたらできますか、うん、どうすればできますか。でもまず出会わないとできないから、会う、うん、とりあえず誰なんかリアルする人を増やすしかない、うん、ちょっと細かいところわからないんですけど、あの切実に欲しい場合と、うん、なんとなく自分がもう年いってきてなんかこう落ち着いたパートナーが欲しいって思う場合とでちょっと違う気がするんですけど、うんうんうん、だからもうどうしても欲しい場合は、まあ、ラビさんが言ったみたいに自分でそのきっかけをなんかね作るしかないかなと思うんですよね、うん、家でじーっとしてたってね、何もないとこからパラ彼氏パローンって出てくるわけじゃないですから、うん、まあ出会い系アプリを使ってみたり、うん、まあゲイバーとか行ったりね。ゲイバーとか行った方がいいっていう、うん、僕もねアプリよりはゲイバーの方がいいと思います。顔が、そうそう、はっきり顔も見えて、あと、まあ、そこまでそれ重要かは分かんないですけど、社交性も一応見た方がいいと思いますね。他の人に対してどのように接するかとか、そういうとこね。確かに。そう、まあ、それは普通に食事とか行った時分かるじゃないですか。店員さんにどんな口の聞き方するかとか、まあ、注文する時どんな感じかとかね、そういうのもまあ実際にね会ってみてみないと、あの文章だけだと分かんないですね。分かんない。写真の画像だけとかじゃ分からないことがいっぱいあるから。声って結構重要じゃない？声何声？声なんか好きな声とか。ああ、ない？声結構多くない？そう、低い方が好きだから。低い方が好きだって。そうで、まあ、それはすごい欲しい場合はそういうふうに、うん、まあ、一番のおすすめは、まあ、ゲイバーもしくはゲイサークルとか、なんかこう大勢のゲイが集う中でね話そうが、いきなり1対1とかだとなんか大変そうだから、うんうん、なるだけ大勢いるとこに行ってきっかけをつかんで、もうちょっとした勇気ですよね。連絡先交換しませんかの一言が言えるかどうか、もうちょっとした勇気だけと思います。です。そうでもない場合、なんかそんなに切実に欲しいってわけじゃないんだけど、今まで一回もできたことないから欲しいって思ってるだけだったら、あの諦めてもいいと思います。諦めちゃう？そう、作ることを。だから一生彼氏いないまま過ごすってのもありだと思いますけど。時間をかけるとかじゃないの？時間をかけて探すとかじゃないの？なんだろう、僕がね、あのハーゲンダッツ食べたことないんですよ、一回も。ハーゲンダッツ？ハーゲンダッツと比べるのかと思われそうですけど、で、食べたことなくてすごい珍しいって言われるんですよ。ハーゲンダッツ食べたことないのって。で、
10年くらい前ですかね、12、3年くらい前に、うん、まあ、食べたことないって言い始めたから、だからなんか食べる機会が結構あるんですよ、うん、なんか一口食べるとか、あ、これ買おうよハーゲンダッツとかって言って、うん、言う時に必ずもう僕は断るんですね。今まで一回も食べたことないからこのレアな感覚をなくしたくないっていう、その、うん、あ、この人一回もハーゲンダッツ食ったことないんだ、もう40近くまで来てきてみたいな、そのレア感をなくしたくないからもう死ぬまで食わないつもりなんですよハーゲンダッツは。そもそもアイスとかそんな好きじゃないし、だから、まあ、そんな感じで、え、今まで生きてきて一回も彼氏できたことないって大丈夫ですかみたいなレア感、レア感もうさ、死ぬまで持ってるってのもなかなかいいんじゃないかって思うんですよ。ただ寂しい場合は別です。なんかいなくて寂しいとかって思うんだったら作った方がいいかな、できるように頑張って、うん、僕なんか全然寂しくないから、一人でいても欲しいと思わないんだけど、欲しいと思わなくていないのと欲しいと思ってるけどいないんじゃ全然違うから、うん、だから欲しいと思ってるけどいないんだったら頑張った方がいいと思います。でも欲しいんじゃない欲しいんだよきっと。切実さはでもこのなんか短い分からあんまり感じないんですけどね、うん、36歳、36年間いなかったってことは、うん、でも一人になれちゃってる感は多分ある、うん、あるだろうねきっとし、ちょっと面倒くさいって感じるかもしれない。だってその一人の生活がもう出来上がっちゃってるから、そこに第、うん、他の人が加わる生活って、うん、意外になんかちょっと面倒くさい部分が発生したりとかもするから、うん、その面倒くさい部分を乗り越えられるほどの人が現れたらね、即なんだろうですけどね。そうそうそう、でもどう、まだそういう人に出会ってないっていうのにはそうだなって思う。うん、そうだなって僕はそれよく言われるんですよ。じゃあまだビビッと来る人に出会ってないから付き合いたいと思わないんじゃないって言われるんですけど、そうじゃないんですよね。やっぱりどう考えてみても、うん、しっかりさ自分の心と向き合ってそうなのかなと思ってもそうじゃないんですよね。一人が本当に好きみたいな、きっと寂しさもないですだからなんか人恋しいなって、寒くなってから人肌恋しいなとかないです。なんだろうね、珍しいタイプだよね、わかんないけど、そう、きっと僕も寂しければ多分欲しいと思うと思うんですよ。やっぱその寂しさを埋めるために、うん、うん、ないからね。終わらないよそう、ラビさんは、まあ、俺知り合ってまだ間もないですけど、うん、ラビさんなんか超優良物件だと思いますけどね。有料僕から見たら、そういい恋愛しそうだけど長続きしそう。嘘長続きは難しいんじゃないかなって気がするな。マジでわかんない、うん、ちゃんと結構テンプレ的な恋愛がだったらラビさんたち好きじゃん。好き好き。クリスマスはクリスマスで2人でなんかね、そう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 、誕生日は2人でケーキ食べるとか、ケーキ食べるとか、そういうのが好きだから、なんかやがてなんかそういうのって薄れていく印象なんですよ僕の中では。あ、でもそのか、なんか友達交えてパーティーとかでも OK。 あ、そうなんだ。そう、でも一緒に行きたい別々のパーティーに行くんじゃなくて一緒のパーティーに2人で行きたい、うん、それがじゃあ10年、20年続いていくみたいな。そう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 、20年目だねってわーってケーキ食べる。そうそうそう、3年前はこう、なんか何々があったよねとかそういう時にさ、うん、もう忘れた、そんな全部とかって言ったらどうすんの相手が。別にいいよ好きだから何でも許すいや別にいいよっていうか、こんなことあったじゃんって覚えてないの、頭の汚れ少ないなってそんな感じのいいかな。そういや、でもラビーさんはいい恋愛しそう。全然してないけどな、今まで聞いた話ではね、そんなにすごいいいときめきの感じの恋愛話じゃなかったけど、そう、うん、
アナ雪2を見て、うん、なんかその愛についてあるか、変わらないものは愛だって言ってるから、どんな時もそう、変わらないものを見つけたよ、それは愛だって言ってたいかにもアメリカっぽいですね何でもラブだなんだ言ってりゃいいみたいなね、うん、そこが一番感動した涙出るかと思ったそうそう、かなりきつね、うん、でも愛とかね、脳科学的にはほらなんか証明されてるじゃん、どういう物質がさそういう時に出て、この物質がまあ愛情ホルモンみたいな感じで放出されて人間は人のことを愛してるって感じるみたいな、うん、でそれ科学的に見たら結構ただ単に脳の錯覚とは言わないけど、脳がそういう風にイメージさせてるっていうかさ、そういうことでしょ、わかんない何、うん、だから実際のところはあの自分の脳内だけで起こってる、あでも愛情とかいう現象が、確かになんか自分の思い込みの部分もある気がするねえ、そんな風にして作られてるんですね、でも世の中は。でもなんかこうね、うん、思い込みじゃなくてこうね、好きだなっていう、愛だなって言った方がいいじゃんなんか相談者でそっちのけな話でだけどでもそれはやっぱりリアルする数を増やして、うん、でも自分に合う、あこの人自分に合うなとか、この人好きだなって思う人を見つけるしかない気がする、うん、あとはやっぱ自分でどうしてできないんだろうって考えるのも大事ですよね。で何が理由でできてないんだろうみたいな、そしてちょっと、まあ、簡単に想像つくのが、まあ、襟好みしてるか、よほど理想が高いとか、人選んでるとか、うん、そういうのもあるんじゃないかなっていう。とりあえず誰でもいいから会ってみたらいいかもしれない。なんかリアルしたから即付き合うとかってないと思うから、うんうん、もしかしたらそのリアルしてタイプじゃないけど、うん、友達にはなれるみたいな人結構いるかもしれないから、うん、それでその友達のつながりでなんか、あ、そう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 、新しい出会いもあるかもしれないしね。そうそう、まあ、友達になった子がなんか、うん、いい人紹介、なんか今度この人のなんか彼氏欲しいって言ってたから紹介するよっていう話になっても、うん、紹介されたことは一回もないけどでももしかしてその友達同士の飲み会とかがあるかもしれないから、そこでもしかして新たな出会いがあるかでも多分ね、うん、多分誰でもいいからとりあえず場数を増やすじゃないけど、そうね、いろんな人に会った方がいいかもしれない、うん、僕も結構行動しない派だから、うん、僕もそう、まあ僕の場合は求めてないからなんだけど、うん、でもいい人いっぱいいるなって思いますもんね、世の中、まあ、ラビさんとかもそうだし、まあ、ゲイバーとかに行ってたまたま隣に座った人とかもちょっとだけ話してみたらすごいいい人だなみたいな、そういっぱいいますもんね、そういう人。何かできない原因が、まあ、自分の中にもしかしたらあるかもしれないって探るのもいいんじゃないでしょうか、うん、こう行動したら、行動したら、女友達との恋バナでも本当行動力ないよねって言われた、うん、そうなんだ、そう、まあ、俺スピリチュアルちょっと好きじゃないですか、うん、だから待つっていうのも別に間違ったこととは思わないですけどね、あんまり行動してない、確かにね、だから自分を見直す期間、うん、あとスピリチュアルの世界でよく言われるのは手放すと、一回その執着してるもの、あ、だから欲しいってそう思って、ね、それをもういいや手に入らないならもういいって諦めた瞬間ポーンと向こうからやってくるみたいなこともあるとよく言いますから、さらかじゃないですけど、だからその待つっていうことに対してそれは良くない、その待ってなんか良くない、必ず行動しないといけないっていう脅迫観念に駆られたらそれは精神衛生上良くないですからまあね、うん、だから自分のできる範囲で、確かに焦っても良くはないか、うん、
待つのも一つの選択だと思います。か、まあ、ハーゲンダッツみたいな諦めるか諦めてほしくはない。諦めないで諦めないで